皆さん、今日からうちの部署でも SNS を運用することになりました。会社の公式アカウントは広報が中の人をやってるけど、これからはうちの部署でも情報発信していきます。みんな持ち回りで投稿するように。どんなこと書くんですか？自社製品の使い心地や日常的な内容で大丈夫です。すぐネタ切れになっちゃいそう。会社全体のあるのに部署ごとの SNS いるかな？ただの社長の思いつきかもだけど、まあみんな無難にやってくれればいいから。はい。今日はアシカ、とりあえず新発売の自社製品アピールしとくか。ハッシュタグ、フォトグラフィ、新作コーデ、春物、文鎮。今日は私か、新商品の紹介もしてるし、つぶやくことないな。無難に天気の話でいっか。ハッシュタグ、天気。明日の当番はずんだもんか。机に置いとこう。何なのだ、このスマホ。ちょうどいいのだ。この間女子社員を盗撮したせいで社内ではスマホ没収されてるから、このスマホでちょっと息抜きするのだ。ふむふむふむ、これはすごいのだ。お、リポストといいねをするともさなしがもらえるのだ。やるっけないのだ。お、この裏垢女子、リプを送った人の中から抽選で会ってくれるらしいのだ。やるっけないのだ。会社の公式アカウントでドスケベなことしまくって、誠にごめんなさいなのだ。でも僕はやらしいお姉さんが見たかっただけなのだ。そんなに悪いことはしていないのだ。